皆さんこんにちは。日本の伝統的な木工道具を紹介するというシリーズの第3回目です。1回目で、この弦能についてやりました。で、2回目に毛引き、その後は何やろうかといろいろ考えたんですけれども、多分ね、皆さん一番知りたいと思われているのがカンナだと思うんですよね。で、カンナをいつやるんだという方がもしいたら、今日やります。というわけで、カンナはですね、非常に奥の深い道具で、1回だけではもう語り尽くせない、説明しきれないものなんですね。ですので、何回かに分けて、少しずつカンナについて掘り下げていこうと思います。今回のこの動画は木工 DIY でカンナを使ってみたいと思っている方向けの動画です。本職の方には参考にならない、なりませんので、お気をつけください。これ最初にお話ししとかなきゃいけないんですけど、私は大工さんでも建具屋さんでも家具職人でもありません。木工を職業とはしておりません。自分の家をですね、建て替えて自分で作ってます。で、それをきっかけにカンナを使うようになりました。2年ぐらい前からですね、初めて使ったのがその頃です。その2年の間に、YouTube の動画や個人のブログなんかでいろいろカンナについて勉強しまして、今に至ってます。私のカンナの技術がどのぐらいかっていうことは、今まで動画を見ていただいている方だったら分かると思いますので、その程度使えるようになるにはどうしたらいいのかということで、説明したいと思います。本職でない自分がなぜカンナについて語るのかということなんですけど、本職の方からするとちょっと気に入らないかもしれないんですけど、ですね、素人でないとわからないっていうことがたくさんあるんですね。本職になってベテランになってしまうと、もう当たり前にやっていることが、使い始めの頃にはそれがうまくできなくて疑問に感じることっていうのがたくさんあるんですね。使い始めて間もない頃に感じる疑問っていうことに関しては、自分ぐらいの経験の方が敏感なんですよね。いろんなことが、なんでこうなってしまうんだろうと、なんでうまく削れないんだろうということにすごく敏感なんですよね。で、だから今それがお話しできると、もうあと数年後には自分でも当たり前すぎてこう語ることもできないような内容になってしまうかもしれないんですよね。で、だから今これをお話ししようと思ってます。やっぱり私は本職ではありませんので、もしかしたら間違った情報があるかもしれないんですね。一応お話しする内容に関してはかなり慎重に調べて、お伝えしようとは思っているんですけど、カンナの、使用方法とか、下刃の調整とかですね、カンナ台の調整、刃の研ぎ方については人それぞれ微妙にやり方が違うんですよね。調べるといろんな情報が出てきます。いろんなやり方があります。ですので、一概に間違ってるっていうわけではないかもしれないんですよね。その辺ご了承いただけると助かります。今回の動画ではカンナ、このヒラガンナっていう種類のカンナについて扱います。一番一般的に使われているカンナですね。他にもいろんな特殊なカンナがあるんですけど、このヒラガンナで、この裏金っていう刃がついている二枚刃のカンナについての説明です。カンナをお店で新品で購入するとですね、基本的には8割仕上げ、9割仕上げ、8分9分とか言って、そのまま使えるようにはできてないんですね。買った人がその後自分で調整してから使うっていうのが基本です。ですから、カンナの構造をですね、
しっかりと把握していないと、どう調整していいのかが全くわからないんですよね。だから新しいカンナを購入しても、それを知らないと全く使い物にならないという、特殊な道具なんですよね。慣れろ、使ってみて慣れろと言ってもね、無理な道具なんです。もう前置きが長くなってしまったんですけど、このカンナの役名ですね、木工道具としてのどういう役目を果たすのかということ、もうこれ当たり前かと思われるんですけど、非常に大事なので、これもう一言で言うと、木材の表面を平らにするための道具です。このですね、限りなく歪みのない平面を作るっていうことをね、徹底的に追求して考えられた構造がこのひらがんななんですね。これ非常に大事なんですね。これを頭に入れておいてください。まず最初に、カンナくずが熱くなっちゃうと。カンナくずが熱くしか削れないっていう、そういう症状ですね。熱くしか削れないっていうのは、もう単純に刃先を出しすぎてるんじゃないかというのはもう当たり前なんですけど、私もですね、昔よくあったんですね。刃をこう薄くほんのちょっとだけ出して、で削るとですね、こう削ると木材の上を滑るだけで全く削れないと。まあそれで刃をもうちょっと出してみるんですね。で削ると、こう削れてはくるんですけど、これ今ちょっとね、研いでないんでちょっと切れが悪い状態なんですが、これでもまだうまく削れない。それでまたもうちょっと刃を出してみる。削れはするんですが、すると非常に厚く削れてしまうんですね。もっと薄く削りたいと思うんですけど、薄く削れてしまうんですね。薄くじゃないや、厚く削れてしまうんですよね。これがうまく薄い削りカスが出ないんですね。削りカスが厚くしか削れないっていう症状はですね、もう多分2つあると思うんですけど、この刃が切れてないと、もう当たり前なんですけどね、刃の研ぎ方が悪くて、刃の切れが悪いために薄くは引っかからないんですよね。引っかからないので、こう滑ってしまって、で刃が引っかかるまで出すと今度熱くなってしまうと、そういうことです。これは1つ目。2つ目の原因はですね、このカンナ台のこの下の底面の調整がしていないっていう、うまく調整できていないってことが原因だと考えられます。新品でカンナを買った場合、下刃の調整っていうのがされてないことが多いんですね。買ってすぐ使えるっていうカンナもあるんですけど、物がいいカンナになればなるほど、買った後、新品で買った後、自分で調整が必要になります。で、この底面をですね、下刃定規っていうのでこう見たときに、この部分ですね、一番先端、台頭っていうところのこの部分ですね、とこの刃口のすぐこのね、出たところ、ここと一番台尻のこの部分を除いて、少しこの部分はへこませてます。ほんのちょっとだけ下刃定規を当てた時に少し透けて見える、向こうが透けて見えるぐらい、光が少し漏れるぐらいになってるんですね。でこの調整が悪いと、
まあ、歯口のこの部分がやけに高いとかなると、歯をたくさん出さないと削れなくなる。またこの大尻と大頭が高いと、またそれも歯を出さないと、たくさん出さないと削れないっていうことになります。で、結果的にそれで削りカスが厚くなってしまう。で、厚く削るとですね、この歯の研ぎ方にもよるんですけど、削った表面、木材の表面がどうしても荒れてしまうんですね。で、なるべく薄く削った方が艶のある綺麗な仕上がりになるので、薄く削るために調整が必要です。はい、次にですね、症状としてかんなくずがどうしても細くなってしまうと、削りたい材料にぴったりこう沿わせて引いているのに、出てくるかんなくずがその角材の幅よりも細くなってしまうという症状があります。この原因がですね、歯の研ぎ方のムラがあるかもしれないということですね。どうしても歯を研ぐ時にこう力の入れ具合が均等にはなかなかいかないんですよね。で、研げているところと研げていない部分というのがこの1枚の歯の中でできてしまって、切れるところだけしかかんなくずが出ないっていうのが原因だと思います。で、あともう一つ考えられるのが、刃先の出し方ですね。これ今ちょっと見えないかもしれないんですけど、歯の出し方、こっち側にがたくさん出てて、で、こちらが少し出が少ないんですよね。見えるかな？見えないですかね。で、こういう状態だとやっぱりこちらがたくさん削れて、こちらが削れなくなります。で、偏って削れる。で、結果的にかんなくずが細いということになります。はい、次、今3つ目かな。3つ目の症状として、こういう角材でですね、カンナを使う目的として、こういうところの直角を出したいと。きれいに直角になるように、少し斜めになってたら削って直角に修正したいっていう場合があるんですけど、直角を出すためにこう削っているのに、結構慎重に削っても削ってもですね、これがどんどん傾いていってしまうとっていうことがよくあるんです。削っても削っても直角に近づかず、どんどん直角から離れていくという不思議な現象が起こるんですね。その原因はさっきと同じなんですけど、やっぱり歯の出し方っていうことが一番大きいと思います。歯の出し方が偏っていて、左右で出方が違うっていうことですね。斜めに出てるっていうことで、せっかく紙を用意したんで書きましょうかね。このカンナの台尻から覗いた時に、カンナ刃の出方がこう斜めになっていると。当たり前ですね。こう斜めになってれば斜めに削れていってしまうんですよね。っていうことが考えられます。一番大きな原因ですね。もう一つ原因として考えられるのが、これ右利きの人は右手でここをこう持って、左手を前に添えるっていう、こういう持ち方でやると思うんですけど、これ傾向としてどうしても右側に力がかかります。右利きの人の、傾向で右にこう力が偏るということで斜めになるっていう傾向があります。ですので、まあ、これは人によって違うとは思うんですけど、少し左側もちょっと意識して削らないと、直角にならないかもしれません。で、4番目の症状として、かんなくずが削るとこう丸まって出ると。
あとさっきやったみたいにですね、削ったこう、これあんまりいい例ではないんですけど、こう縮れたようにしてこう出てくるっていうことがあります。かんなくずがこう丸くなるのって、まあ当たり前じゃないかと思われるかもしれないんですけど、上手な人の大工さんのね、ベテランの大工さんの削るのを見たことがある方は分かると思うんですけど、かんなくず縮れないんですよ。で、丸まらないんです。そのままスーッと出てくるんですね。で、何が違うのかと、これ一番大きな原因は、かんな身と裏金の合わせる位置が悪いっていうことなんですね。このかんな身、かんなバーとこの裏金のこう合わせるんですけど、この合わせる位置、この広すぎても寄りすぎてもうまく出ないんですね。これ広すぎると、これちょっと離れすぎていると、なんとかな、丸まるんだったかな。で、これが近すぎると縮れる、確かそうだったと思います。カンナミと裏金をこう合わせた時のこのここの隙間、こういう向きでこんな感じなんですけど、ここのですね、この感覚、これ調べるとですね、いろいろあるんですよね。はっきりこの幅だっていうのがないんですよ。これ言ってもいいのかな、こういうの。いろいろ誤解されると困るんですけど、0.05っていうふうに書いてあるものとかですね、あと0.1から0.2って書いてあるものとかですね、まあいろいろなんですよね。このひらがんなは下場の調整の仕方によって、嵐子かんな、中子かんな、上子かんなとこう3種類あるんですね。上から順番にだんだん精密な削りができるっていう、こういう順番なんですけど、この嵐子かんな、中子かんな、上子かんなで、この幅の取り方が違ってくるんですね。嵐子かんなの方がここの幅を広めに取るようになってますね。だんだんそれでここの幅を短くしていくと、精密な削りができるという感じのようです。これがね、多分大工さんとか職人さんの勘でやってると思うんですよね。この裏金の、寄せ方がですね。だからこれはやっぱり使いながらどのぐらいがいいのかっていうことを自分の感覚でつかむしかないのかもしれません。これ未だに私もよく分かりません、これ。この裏金がですね、私使ってて、境目がちょっとこう荒れてしまうと、ささくれるなと思った時に、これを少し寄せてやると、それが収まるっていうことは確かにあるんですね。この裏金ですね、先に言っとかないといけなかったんですけど、この裏金の役目っていうのが境目押さえなんですね。そうですね、基本的にきれいにカンナで削る場合は習い目って言ってですね、習い目、こう木目がこういう目である場合に、日本のカンナは引いて使いますから、こっちの向きに削るときれいに削れるんですね。で、もうこれ基本中の基本です。これをわざわざこう反対から削るっていう人はいません。ただですね、木目が均等に揃っているっていう、その高級な材料だったらね、きれいに木目が揃っているんですけど、DIY でそう、なかなかそんな高級な材料は使えないので、そうすると、このですね、ちょっと映らないかな、このだいたいこう習い目でずっと来ているのが、途中から境目になったりするんですね。この逆の木目にこう来れそうなんですけど、ここからこう
先端はこう来るんですけど、この辺から坂面になると。で、ここだけこっち向きに削ればいいじゃないかと思うんですけど、それもなかなか難しいんですね。ここから、ここはこっちの習い目とこっちの習い目で変えるとね、ここの部分がうまく削れないんですね。で、それでこの裏金の役目が発揮されるわけなんですけど、こういうところどころ坂面になるような場所で、この肌が荒れないようにするためにこの裏金がついてます。これ英語だとチップブレーカーっていうんですけど、西洋ガンナにもこの裏金があります。5番目ですね。5番目としてこう削るとですね、カンナくずが詰まって引っかかってしまうと。で、カンナくずがこういうところにこう引っかかっている状態で、綺麗な面をこう削るとですね、その削りカスの線がついてしまうんですね。せっかく綺麗にしたのに、どん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 ここに傷がついてしまうということで、あまりここに引っかかってほしくないんですね、削りくずが。で、これなぜ起こるのかっていうのを、ちょっと私が思う2つ原因があると思うんですけど、カンナは基本的に削る方向、こう削る材料ですね、材料に対して平行にこう削ります。こう平行に。日本の平ガンナはですね、こう斜めに使ってはいけないんですね。本当は私は斜めに使ってしまうことがよくあるんですけど、こう斜めに使うことはこれ本当はダメなんです。これなぜかというと、まだこれ先のお話なんですけど、下刃調整で、このこことこことここだけが板に接地する状態で削るっていうのが基本なんですね。これ最初にお話ししたように、限りなく歪みのない平面を作るための道具なので、この3点のどこか1点がこう外れた状態で斜めに削るっていうのは、平らに削れない原因になってしまうんですね。だから基本的にはこの平らに3点もしくは2点接地でやる場合は2点が接地した状態で削らないといけないんです。斜めに削るとですね、今お話ししたみたいに片側に削りカスがこう寄ってですね、こういうところに詰まったりするんですね。この斜め削りがですね、よく削れるんですよ。刃が切れてないと、研ぎが刃の研ぎがうまくないと、最初はどうしても切れが悪いので、こう斜めにしたくなるんですよね。斜めにするとナイフでこう削ぐように斜めにこう抵抗が少ないんで、綺麗に削れていくんですよね。あとそれとこの接地点を1個外すことで少し密着が良くなるんですよね。で、密着がいいもんだから、切れない刃でも少しこう引っかかるようになって削れるようになってしまうんですね。ただ基本は削る材料に対して平行です。平行、これがね、なかなか難しいんですね。これがね、西洋ガンナの場合はですね、こう斜めに削ります。みんな普通にもうみんな斜めに使ってますね。構造が違うんです。西洋ガンナはカンナ台が金属製で完全に平面になってます。日本のカンナみたいに下刃調整でここだけを削り落とすということがないので、完全に平面なので斜めに使っても全く問題ないんだと思います。削りカスがこう刃口に溜まってしまうっていう原因にもう一つ、これは一番多いんだと思うんですけど、このカンナ身と裏金を合わせた時にここに隙間ができてしまうっていう調整が悪くてですね、ここに隙間があるとここに詰まります。これはですね、こう合わせた時にここを持ってこう
叩いてみるんですね。で、金属音、カンカンカンとかキンキンキンとかいう、すると、あ、こういう音。これちょっとずらしてやるかな。がすると、このぴったり合ってないっていうことで、それを調整する必要があります。で、今回ちょっとその調整方法はやらないんですが、これが刃先が完全にぴったり一致している状態にしないと、うまく働きません。はい、最後6番目、カンナー台の下刃調整もうまく調整できて、で刃の研ぎも結構うまく研げたと。なのに逆目とかでですね、節の周りとかでこうどうしてもうまく削れずに表面が荒れてしまうとかっていうことの原因の一つに、この歯口、歯が出ているところのこの口の隙間が広すぎるっていうことがあるんだそうです。だそうですっていう、僕は私はあまりこれ実感としてよくわからないんですけど、ここの歯口が広すぎるとこの逆目押さえがうまく機能しないのかな、ちょっとこれ実感としてわからないんですけど、でカンナ台の調整を繰り返していくと、ここはどうしても歯口が広くなってしまうんですね。だんだん広がっていってしまう。で、広がってしまったらですね、これ古いカンナなんですけど、ここに別の材料が入ってるんですね。これ歯口埋めって言って、広がってしまった歯口をこう1枚入れて埋めるんですね。で、この歯の口を小さくするっていうことに使います。っていうこういうことをしますっていうふうにしなければいけないみたいなんですね。で、まあ今後こうなったら私も一回ちょっとやってみて、どんな感じかっていうことをお伝えしたいと思います。はい、以上で、カンナについての考察第1回目終了です。喋りすぎて疲れたな。カンナはですね、そうだな、 DIY で使うっていうのもなかなかこのハードル高いとは思うんですけど、すごく役に立つんですよね。で、すごく面白い道具です。非常に奥が深い、極めれば極めるほど多分際限なくどこまでも行ってしまうんじゃないかと思うぐらいですね。で、まあ DIY で使う方向けということで、もうある程度はね、使えるようになっていただきたいなと思って、そういう参考になればと思います。はい、高価な電動工具1台買うよりもどうでしょうか。一個いいカンナを一つ買ってみませんかね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。